自分が一番大切にしている思い出って何かありますか？大切にしている思い出ですかね。まあ、今となっちゃうかもしれないですけど、ハワイで重いですかね。なんか昔、多分あれ、バブルの時だと思うんですけど、家族、多分あれ金入ったんだろうなって思うんですけど、子供なりに思うんですけど、ハワイに行ったんですよね、家族と旅行で。まだ、本当に、何歳かな。俺本当、4、5歳だか、そんなものだと思う。小学生上がる前ぐらいに行ったと思うんですけど、そのぐらいにハワイに行ったんですけど、なんていうんですかね、初めての外国の匂いだったり、景色だったり、外国の違う思い出っていうのが、鮮明にこう、なんていうんですかね、家族とのこの思い出が俺あんまりこう、全員でいるってあんまないんで、なんか、ハワイにみんなでいるっていうのと、あと、ちょっと、いろいろ、自分がやらかして今、ハワイで強制送還をされたことがあったんですよ。で、もう、ハワイに行けないなって思ってから、やっぱ、ハワイって結構思い出深かったりもするんですよね。家族と行って、最後の思い出、入れなくなる、ハワイの、その一つ前が、彼女と行ってる、ハワイだったりとかですね。なんか結構こう、一つの思い出として、ハワイって結構なんか残ってるんですよね、思い出に。